あ、よかったよかった。どうもちょっとじゃあしばらくこっちに。そろそろ始めさせていただき、うわあ、ちょっと待って待ってくれよ、ちょっと危ない、上げる気がなくなる、ちょっとあの今回は上げるんでちょっと、あいちょ、わ、わかった、これダメです。あの本日はお日柄もよく2019年令和元年の、10月の10日でございます。あの奈良公園のですね、あの鹿はあのまず先に鹿側の鹿せんべいの紙を食べちゃってますけど、あのそれは問題ないということなんですが、あの私あの鹿に優しい YouTuber でございます。あのですね、あの鹿奈良公園の鹿の間でもあの私のことはもう評判ということでして、あの奈良に来るたんびに大量の鹿せんべいを鹿にあのやるということで、鹿せんべい鹿も大喜びしております。であのここにあの1万円分あの最近あの増税の関連でね値上がりをしまして、鹿せんべいはあの1個200円ということになったんですけども、あの1万円買ってですね、あの50個ございますんで、あのこれをこうやればどんどん鹿が来るはずなんですが、いっぱい呼び寄せてみようかな。こんな感じですね、鹿をどんどんあのこっちの方に気づいて何かやってるぞとあの関心を持ち始めたところです。来た、いっぱい気づいてるぞ。あそこでね、あの鹿せんべいをちょっとしか持ってない観光客に、タカルシカなどもおりますが、こちらのもう、おー来た、はいどうぞ、あ、皆さんお勤め、あー大変申し訳ございません、大丈夫でしたか。あ、私がお口に運んで差し上げる必要はないようです。あー来た、はい、どうぞ、はい、皆さん、はい、鹿せんべいコーナーですよ。これね、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、差し上げます。はい、まあ、実はクラップね、結構喜ぶんですけども、はい、どうぞ、はい、ございますよ、はい、どんどん上げても上げても、ね、ちょっとあの食べる勢いが追いつかないという感じなんですが、あの上げますね、皆さんね、あの秩序を持って、参りましょう。あの奈良公園の鹿はあの秩序が一番の売りでございます。わあ、ちょっと待ってくれ。大丈夫かなこれ。ちょっとね、身の危険を感じる感じなんですけど、まああの鹿も皆さん食べるから一応ゴミ拾いなどしてですね。このお寿司側がちょっと危ないね。圧倒的なこの数、もっと遠くからも呼び寄せましょうかね。はい、どうぞ、はい、食べましょう。鹿の皆さん、あ、いいね、今日も元気ですか、かわいいね、はい、あ、かわいい、あ、那覇公園とはなんとこ、みんな優しい鹿ばかりです。はい、本当、私の人望の厚さたりはもう、そう簡単なものではなくてね、ちょっと、これ海外の外国人観光客もあのみんな私がこんなことやってるから喜んでます。わ。ちょっと、それ食べてね。そうすれば、ああ、これであの散らばれば、まあ、しかもとりあえず。こういう風にやらないとね、あの、やるのが追いつかないんですよね。ゴミはちゃんと拾いますけど。ちょっと、はい。はい、どうぞ。あ、いいんですか、はい、ありがとうございます。余らせられたんですかね。全部あげるんですか。はい、あ、全部ね、私がちょっとこう上げて、どれくらい集まるかやってみようと思います。すごいね、ごめんなさいね。英語人の方じゃない、いや、まあ似たようなもんですね。だからこれ割って、はい、いろんなとこにあげてください。割った方がいいんですね。割ってね、先にこういう風に。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。
Welcome to Japan. Thank you. Whoa! Stop it! You can't touch it. こうやっとけばしばらくの間ね、大丈夫。あの鹿せんべいの本当の正しいやり方はあの砕いてやることなんですよ。なんだけどちょっとね、勢いが強すぎてなかなか砕く時間がないんですよね。これ紙は後であのちゃんと拾いますんで、こうです、こう雨を降らせよう、花坂じいさんみたいな感じね。これあのThis is a Japanese traditional feeding time. はい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 。ちょっとついちゃってかわいそうだな。こういう気配りも欠かせません。まあ鹿は気にしてないと思いますけど。握力のトレーニングにもなります。はい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 、ちょっと待とう、はい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 、ちょっとね、数の、すごい数が尋常ではなくなってきて、あまりうまく割れなかったな、はい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 、あ、ここにあるの、これを食べるんだよ。おお、危ない危ない危ない、海外からのお客様に、なんてことしたよ、外国のお客様はダメですよ。あの、日本にね、もっとお金を落としてもらわないといけないからね。よし、お、はい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 、これこう下を下から食べるの。ここにこんな鹿せんべいのいっぱい割ったのあるじゃんね。こうみんな破片がね、下の方にあるの、なかなか食べてくれません。ちょっと一回、プラスチックが、ね、落ちてたんで、鹿が食べちゃうといけませんから、そういうのはちゃんと管理してね。あの、もともと奈良公園の鹿は神様のお使いということになってるそうでして、あのきちんとね、あの礼儀ある振る舞いをしましょう。うわあ、でもね、ちょっと思うんですけど、あのやっぱね、神様のお使いをするんだったら、もうちょっと神の使いをするだけに足りる新しい品格を身につけなきゃいけないと思うんだ。これが神の使いとして新しいその態度なのかどうかは、ちょっとまた神様の方でも検討する余地がもしかしたらあるかもしれないですね。おお、あ、待って、痛い、ちょっと待ってよ。
はい、数が多すぎますからね。もうそろそろなくなりますからね。なくなった時のことを考えないと。皆さんにお知らせでございますけども、これが最後でございますんで、なくなったらもうご納得の上よろしくお願いします。最後ですよ。はい、はい、全部終了です。もうありません。ありませんよ。ありません。もうないですよ。ないです。なくなりました。あ、ちょっとあった。ちょっとあったんで、あげます。もう終わりましたよ。いいですか？終わりました。終わりました。終わった。終わったの？ないの？もうない。ありません。これですか？あ、はい。終わりました。はい、はい、終わりました。終わりです。はい。本日のタイムサービスは終了でございます。はい。はい、終わりましたよ。終わりました。はい、はい、終わりました。終わりました。はい、終了でございます。あ、聞き分けがいいな。あ、お辞儀してくれてる。こんな、あ、おー、こんなこう礼儀正しく誠にありがとうございます。はい、終了いたしましたんでね。終了しました。もうありませんよ。ありません。あ、聞き分けの良い鹿、これいい鹿でしたね。あ、終わりました。ちゃんと分かってくれるのよかった。この鹿は一時期全て私が支配していた時期があったわけですけど、まあ、どっちかというとこっちがただ追いかけられてただけでしたけどね。奈良公園で1万円払うとこんな風にですね、一生忘れぬ、思い出を作ることができますので、皆さんも、どうぞお楽しみに行ってみてください。どうもありがとうございました。